はい、どうもキンジャボカンガキンジャボズうぅはいよいしょ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 皆さん見てください、こちら、はい、来来軒でございます。神尾にございます、うん、来来軒です。あの僕のおっちゃんがやってるお店なんですけど、中華料理屋マジで今日今回、うん、このお店を利用させてもらって、超クレーマーがいたらどんな反応するのかドッキリをしたいなと思います。題して、ね、隣の客がめちゃめちゃクレーマーやったらどういう反応するのかー。よいしょよいしょあらもうなんで今日スクミズだよスクミズ後で聞いてる。今回はね、あのいつもプライベートを装ってここで普通に昼飯食おうと、はい、昼飯食べようっていうことでここ呼んでます。で今から登場してもらうんですが、クレーマーのお客さんです。どうぞ。あら、おすごい、すごい雰囲気がすごいよ。もうザ・クレーマー。多分お店の料理まずいとか言うけど、あのまずくなくてまずいって言ってますから、うん、めちゃくちゃうまいの、はい、一番俺が知ってる。何が一番ハンバーグ中華料理や、うん、中華料理やし、お前食ったことないし。いや俺一番好きな料理やけど、うん、一番好きな料理、うん、はい、ってことで本日もやっていきましょう。スペシャルターレ金城市革命。TikTok で僕たちの動画を拡散してもらって、8月までの3ヶ月間で一番いいね多かった人のお願いを叶える。なるほど。ハッシュタグを、ハッシュタグを金城市革命、ハッシュタグキングジョージ革命で TikTok に投稿したり、 YouTube でキングジョージと検索って言ってもらったら YouTube に流れやすいんで、確かにそっちはめっちゃ助かります。なるほど。おいそば、そばやん、すごい、ちょっと腹減った、マジで腹減った、マジで腹減った、めっちゃ綺麗な、頼んだ、え頼んだ、頼んで、お前ら待ってんねやん、お前らのために。何、あの餃子1人前で食っとる。ありがとうございます。じゃあちょっと待って、一旦メニューの前にさ、ちょっと会議しよう、一緒に今日会議や、一緒に何の会議、頼んだろ、お前どこまでがあれ食うの。じゃあ俺らが言ったらほんまになるよ。今2万くれよ、やせい、いやいやいや、マジか、絶対あるけど、かわいいやん。お前さ、どっから金出てるの、お前ママカツ、まあ、うん、そう、そっち、ママカツ、自分のママカツ、あの、早く注文したいんだけど、あ、はい、なんか一番早いやつある。あー、そうですね、ラーメンとかだったらすぐ用意できる。あ、じゃあ、それでいいよ、わかりました、はい、すいません、ちょっと店長がちょっと席外して、そんぐらい、あ、じゃあもう5分、もう 3分か5分にしよう。あ、じゃあ5分測ってるから、あ、はい、よし、はい、TikTok だ、もうそれ昨日にやっとけ言うたよな、遅いわ。いや俺も載せたやつあったよ、お前せいでもうみんな損してるから、あのマリンクスで、あ、笑う、ほんまキモいわ、早く終わらせといて、はい、失礼します、お待たせしました、ラーメンになります。ラーメンってこんなん、えこれ何ラーメン、これはビス醤油、それ最初言ってた、あ、すいません、ラーメン、あ、お取り返します、なんか、あ、いや、してもうなんか違うやつ、あれやった、僕食べます、私もそもそも、いや、大丈夫です、本当に、あ、俺それ、もういいですね、はい、はい、はい、もういいです、あんまうまい、あんまうまい、まずいよ、アテナ、もう帰ってこい、いや、あ、すいません、あ、帰って、リリースです、お前のことかな、いや、もうやめてくれよ、何、関係ない、何ラーメンをお持ちしたの、もうさっきの以外、もうさっきじゃないラーメン、もっと薄いやつにして、なんか、あ、じゃあ野菜ラーメン、あ、それでいいわ、はい、それにして、いや、俺は買うな、あ、マジパラで、ちょっと、はい、もうそっちじゃなくて早く、
もう待ってるから、はい、もうこっちじゃなくて早く、もう待ってるから、はい、すみません、さっき、さっきこっち来て、もう早くて、あ、すぐ、ね、あ、い一旦もうさっきこっち、さっきやって、すみません、ちょっとお待ちしてる、お待たせしました。はい。これ今さっきのサービスで。あ、はいはい、もう止めて止めて。はい。すみません、お待たせしました。はいはいはい。はい。で今天津飯と餃子は、はい。天津飯と餃子は今。はい。店員さん、ちょっと、はい、もうこれ髪の毛入ってるから、はい、もうこれ食えへんわ。もう。あ、すみません、本当ですね。じゃあ、いや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 。いや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 もうええわ、これも、いや、もう食べられる、見てたって、いやいやいや、知らん、いやいや、セップ、やばい、すみません、完全、完全、完全やってたもん、あ、もう帰るわ、あ、もう帰る、あ、全然食べてないし、もう全然食べてないし、もう帰ってます、全然食べてないから、もう髪の毛も入ってたし、もう美味しくないし、もう入る、大丈夫ですか、はい、いや、もう一旦入ってください、一旦ちょっと、一旦入ってください、なんで入る、一旦ちょっと、なんでお前に止められなんか、ちょっと一旦持ってください、なんでお前に止められなんか、いやいや、まあまあいいじゃないですか、一旦座ってください、いいですか、ちょっと僕言いたいことあるんですよ、でまずね、あなたご飯食べに来てるんですよね、あ、座ってくださいよ、いや、まずあなたご飯食べに来たんですよ、あ、お客様が神様だと思ってるんですか、いや別に、やとしたらあんな態度おかしくないですか、別にあなたが仕事で忙しいのは分かります、イライラしてるのは、まあ、それはそれなりに人それぞれ理由あるでしょうけど、だからって他人に、しかもましてや他人の店員さんに当たるのは違うくないですか、いやもうでも全然遅かったし、あの髪の毛が入ってた、まずもうそんなん食えへん、で遅いのはやっぱ店もそれぞれやっぱあるじゃないですか、どんだけ忙しいとか、忙しいなら俺が一番最初に頼んでんねんから、都会って18分でしょ、そんな待ってなくないですか、もっと待った、見てたんすけど髪の毛自分で入れてませんでした、全然入れてない、あなた今回初めてじゃないですよね、絶対初めてっていうかもう入ってたからしゃあないな、そんな僕も実際友達に言われてパッて見てあなたが入れてるとこ見たんですよ、それでお金払わんでいいよ、おかしい、払わせよ、俺も全然食えてないし、ほんまに食ってないから、いやあなた多分食べびしなかったですよね、いや食ってない食ってない、いやし、なんでそんな態度するんですか、今こんだけ人もお金おって、僕ら以外もおって、で子供もいてんのにあなたがそういう態度するんだ、ね、姉ちゃん姉ちゃん、いやいいですよいいですよ、姉ちゃん姉ちゃん、すごい、あの可愛いから電話番号教えてくれ、いいですよ大丈夫です、じゃあお願いお願いします、お願いお願い、そういうお店、店とかだって連絡先聞くのあるやん普通に、いやお兄さん、それで終わりよ、いやだからそれもあなたの全ての私利私欲を満たすためにこんだけ人を巻き込んで、ましてや子供がおる状況であなたがそういうことをすることによって子供にも悪影響を及ぼすし、もしそういう子が見てたら、あ、こういうことしていいんやとか、社会に出たらこういうことできるんやとか思って、それまでしてあなた責任取れるんですか、携帯番号聞くだけ、携帯番号聞くって別にいいって言ってないじゃないですか、いやでもめちゃくちゃサービス悪かったけど、サービス悪かったってあなたの態度も悪かったですよね、100歩譲って、まあ、僕が言うことでもないかもしれないですけど、あのサービスが悪かったとしてもあなたの態度がそもそも自分は神様やとか、まあ、どこの偉いさんかもしれんか分からないですけど、そういう態度するの僕良くないと思いますよ、それで自分 の欲望を満たすために連絡先を教えてくださいとか、お互いの合意あるんやったら別にいいですけど、散々横柄な態度取っといて、しかももうそこからもうお金も払わず帰ろうとして、でさらにその店員さんに自分の欲望を満たすために連絡先を教えてくださいとか、それ逆にあなたの大切な人がそうやって見てたらどう思いますか、それされてたらどう思いますか、絶対嫌で、僕はこの人の大切な人でも何でもないですけど、僕はそういう子供とか見てる状況であなたがそういうことしてるのは僕すごい気分悪いですね、あとここのお店美味しいっすなあ、うん、うまいよな、うん、あなたの大切な人があの同じ状況で同じことされたら止めますか、止めますよね、嫌ですよね、人にされたらどう思うか考えてください、絶対嫌やと思いますよ、忙しいからもうええわ、いやまず謝ってください、いやもうええわ、
いや、マジで。いや、よくないです。謝ってください。もう聞いたから。もう。いや。ほんまに全部聞いたから。はいはい。いや、はいはいじゃないです。はいはいじゃないです。いや、これはここから動かないです。あなたがちゃんと謝って、ちゃんとお金も払って、謝りしたこと態度について謝って、はい、心からすいませんって思ってますか？思ってる思ってる。ほんまに思ってる。やっとしたら、今ちゃんとこの僕の目の前で謝ってください。ちゃんとほんまに謝ってください。僕はそこは、見たからには、こうやって言ったからには、ちゃんと一連の流れ成立するまで僕は見逃せないです。今ちゃんと謝ってください。本当に、こちらもすいませんでした。お金もちゃんと払ってください。すいません、はい、領収書キングジョージでお願いします。すいません、はい、領収書キングジョージでお願いします。はい、キングジョージで。じゃあな、あ、まあいいよ、別に俺らが怒るわ、それやったら。違う、そういうことちゃうです。その後ろの酒の間見てくれる結構カメラあんねん、ちゃんと。来た。いや、うますぎますよ。名演技よ。で、役者やで、マジで。ってことで、ドッキリナイス成功。完璧すぎる。今回はどっち腹立ったわ。俺たちはもうずっと笑いこらえない必死。横のお客さんらも全エキストラです。すごない。すみません、すいません、ありがとうございました。すいません。ということで今回の企画は、隣のお客さんが超クレーマーの曲やったらメンバーはどういう反応するのかっていうドッキリでございました。なかなかできへんもん、みんな、他の人は。このお店な、俺のおっちゃんがやってるお店。あ、そう。お前怖っ。なんか言ってたやん、それ。ここへ俺は止めへんかった。どうしてたん、それは。え、それは止めへん。いや、それやったらもうボツよな。ボツしかない。こんだけ協力してもらって、ボツで飲んで。今回ここは富尾にあるライライケンっていう中華料理のお店なんで、下に住所貼ってるんで、ぜひ食べに来てください。ということで、今回の動画が良かったなって思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お待ちしております。TikTok もバンバン押してください、ね、はい、劇場資格名お願いします。これ紙入ってるけどどうするの。